職場であった、なりすまし？すり替え？事件。30代半ばの男性 A が、うちの部署に中途入社してきた。私は当時31歳で、そこの部署では、6年くらいやっていた頃。私以外、20代前半か、40代後半以上しかいなかったから、年の近い人がやっと来てくれたと、喜んでいた。自然と話す機会も増えて、ランチに行ったり、仕事帰りに飲んだり、同僚としては、仲のいい部類だったと思う。そして、A は、どんなに残業しても、どんなに飲んでも、翌朝は、早く来て、仕事をバリバリやっていて、上司からも同僚からも、かなり重宝されていた。1年以上経って、ちょっと大事な話がある。と仕事後に呼ばれた。いつもは、一緒に会社を出て店まで行くけど、その日は何時にどこの店でと、個室のついた、ちょっと静かな居酒屋を指定された。告白か？と思い、しばらく彼氏もいなかったし、悪い人じゃないし、いいかなとか、上から目線で思って、ちょっとドキドキしていた私。待ち合わせ場所に行ったら、A がいて、なんか改まった感じ。年齢も年齢だし、結婚前提とか言われたらどうしようとか、この時も考えていたバカな私。もうわかってると思うけど。と切り出したところで、A と同じ顔の男性が現れた。本当に、髪型もほくろの位置も同じで、目がおかしくなったのかと思うくらい同じだった。そこで言われたのが、実は、A は双子で、今まで会社には、A と弟の B で、代わる代わる言っていた。常にボイスレコーダーを携帯して引き継ぎをしていたから気づかれていないと思った。が、実は君は気づいているよな？お願い、黙っていて。とのことだった。二人で共通の夢があり、それでも生活費のためには稼がなければいけない。アルバイトは賃金も安く効率が悪いから正社員になりたいが、二人の夢なので、二人とも正社員になるのは無理だし、片方が正社員になるのも嫌だ。じゃあ半分ずつ負担しようということで、A の名前で就職し、A と B の交代で、出勤という手を使ったとのこと。もしバレたら辞めるしかないと懇願された。仕事には迷惑をかけていないし、それどころか実績も出している。むしろ辞められるのは、会社も困ると思う。でも、A と B 二人で、一人分として就労ってありなのか？でも、二人分給料欲しいとか言ってるんじゃないし。とわけがわからなくなり。私は気づいてなかった。何も聞かないことにする。としか言えなかった。その後は、今日は、A と B のどちらなんだろう？となんだか怖くなってしまい、疎遠に。その後、割とすぐ、A は退職した。バレたのか関係ないのかはわからない。でも、今でも、たまに、いろんな人を見て、この人は本当に一人か？と思ってしまう。私もわからないんだけど、当時の同僚や上司は、辞めてほしくなかったという声が多かったから、バレていないのか、それとも、上司は知らないふりをしているのか。ぼかすけど、夢は、画家とか被服とか、自分で作ったものを売る系だったから、作品を作る時間とかも欲しいし、急なオーダーやらイベントやらに行けるように、いつでも体を開けたかったみたい。双子だと二重生活可能だよなって、小学生の時に思ったことあるけど、嫌な授業の時は、自分は休んで、相手に学校を行かせるとか、リアルでやっている人がいて、さらに、それに、誰も本当に気づいていないのが、衝撃だった。